はいどうもリッチですさあ今回はノリームエンジンズノバドシティーズというゲームをプレイしていきますさあこのゲームねサバイバル要素のある街づくりゲームで自動化して防衛する空を飛ぶ都市を作るゲームなんですね、まあ、なかなかねシームパンク的な世界観な雰囲気もしますが、まあ、ちょっとファンタジーな街づくりゲームです さあやってきました。とりあえず操作説明からだと思いますね。で、えー、こうキャラがいると、まあ、彼を動かしていくわけですね。犬のロボットかなこれね。さあ今ちょっと説明がどんどん進んじゃってますけど。まあ、今移動とズームイン、ズームアウトしたわけです。で、J でチュートレイが開けるみたいですが、まあいいですね。さあ、まず家を作ろうと。家がフラックスというものを生み出すみたいですね。 フラックスが一般的な資源かな。お金みたいなことですかね。この世界の。これが、じゃあ私ね。左クイックでパンチ。右で撃てると。だこう、自動防衛の都市を作るわけですが、自分も戦ってね、探索をしていくんじゃないかなと。ね、こうね。なんかありますけども。あ、いるね、いるね。ちょっと、まあ、まあ、まず作ろうよ。OK、OK、OK。まあ、簡単ですね。 家を2軒作るんですが、うん、あー、なるほどね。この辺置けないんだ。じゃあ、あ、こ,こからか。で、えっ、ー、と、これ家がね、フラックスを乱すためには、食料を届けないといけないと。まあ、これが自動化かな。こう、ルートを作るわけですね。で、次は拠点から運ぶものか。まあ これがいわゆる倉庫になると思うんで、そこから資源を管理しようと、輸送しようと。食料を送りますね。で、えー、ここで食料が流れるんで、奥の方も同様にね、こう、落しげようと。これ今ね、食料出す、それを受け取る家と設定ができました。うん、まあ出すものによってこう切り替えれるんでしょうね。まあ、この場合、家の系統ができたんで、 これ広げていけば、どんどんいいが起きるかなと。さあ次、装備品があるみたいです。リペアキットですね。まあ、今こう出ているまあ倉庫に行って確認しようと。さあこれが倉庫かなじゃあね、インベントリです。まあ街のインベントリだね。この中にあるリペアキットを拾いましょうと。まあ食料が141あって木があってと。ブラッドウッドプランクって言うんですね。 でフラックスがさっき言ったお金かな。まあ家が生み出してるみたいですけど、あとは労働力もあるみたいで、多分何か建物を作るときに使うものだろうなと。まあ、これはいいとしちゃあ、愛ですね。自分のインベントリです、これが。1000万も,もらったこのリペアキットを1に設定することで、戦闘中とかかな。回復することができるんですよね。 さあ次は探索して近くの、えー、ブラッドウッドノードっていうんですかこれを探し出そうとだ敵に会うこともあるみたいですねいや多分ね見えちゃってるわ <laughs> 申し訳ないけど見えてるわここだなあーでここで、ね、さっきの町ままにアクセスしちゃうに行けば作れるんですね 木が本あるよとこれ作ると、こう木がアウトプットされて、それを運ぶわけですね。さあ次は木の加工ですか工場を作って、木を運ぶと。オッケー。まあそれは簡単だね。周辺、あ、さっき倒したのかなおいっぱいあるぞ。これなんだろうね。あ、いろいろ、あ スクラップ的なものを拾ってますし、探索で資源が取れるわけだね。まあ、今ないものとかも取れるんだろうなと。さあ次は、えー、木の加工の拠点を3つ作ろうと。ウッドウェイパーですね。これを3つか。えー、っと、こうかな。ちなみにこの黒い台ですけど、なんか、あー、なるほどね。家か。 家を置くのに適してるんだね。ってことはあんまりこの黒の台の上に置かないようにしようか。広げれるか分かりませんが、まあ、こういったものは極力外に置きましょう。あれどうブロックされてんのこれ今。置ける置ける。よし。えーっと、こんな感じかな。これ木が流れますよと。さあ、面白いね。こういったポスタアポカリプスか。ねえ。 的な世界観でで自動化ができると、まあ、最近自動化ねいろいろゲームありますからこれは結構ユニークじゃない一つね全く違う世界観としてハイテクじゃないですもんねこれをどう防衛とかに生かすんだろうね、まあ、ゴールは防衛だと思うんですよ、まあ、これを運ぶだけなんで、まあ、簡単だね これをですね、ここから1本いきますか。こうじゃないあこ、ここは無理か。なるほどね。うーん、ちょっとゴール地点変えながらと。あと上から見えますけど、ここでね、こうちょくちょく確認できるんで、スペース大事かな。これが建築兼強化とかもここからできるんで、まあ一般的な建築網みなのかなと。 木が運べましたね人口を増やしましょうと OK です。まあ、風土がね、ちょっときついかもしれませんが、21人になると、次のレベルになって、木のタレット、木の壁、木のゲートとか、増えるみたいですね。これは嬉しいね。人口で変わるんだね、その辺は。研究とかではないのかな多分。いや、増やそう、増やそう、いっぱい増やそう。どんどん行こう、どんどん。 来たね、入った瞬間増えるんですねさあクラフトでリペアキットもっと作ろうよと C でクラフトが開けるみたいです工房とかもあんのかななんか自動で作るみたいなねいろいろ増えましたねえー、っと C かさあ木とフラックス簡単だね ちょ20個まで作ります。ただ、えー、次はテスラタワーを置いて、あのパワー、電力のエリアを広げようと。まあ、異の拡張ができるんですね。まあ、言うまでもないです。かっておくことで、さっき置けなかったエリアが広がるよと。まあ、家とか関係ないと思うんで、まあ、いわゆる生産系の拠点を広げれるんじゃないかなと。まあ、ゲートとかでこう、ルートね、塞いで敵が来ないようにし、ね、できたりすると思うんで、そういったこととかに使うのかなと。 オッオッケー,オッケー次、食料ですね。まあ、外か、外に置くんだな。食料は、この生産カテゴリーで、えー、ピュ、なんて言うんですか、これは。パープテトですかピュープテトかなポテト的な感じなんですかね、五感は。あ、ここに置きます。 で、工場を置いて運ぶわけですね。まあ、これは木と変わらないね。同じような形ですが、私はちょっと工夫しまして、全力で車に置こう。2ラインでいこうかな。木とかめっちゃ詰まってたと思うんですよ。これね。あんまり1本は良くないのかなと。 次はストレージに入れておきますけども、当然ね、繋いでおきましょう。どうですかね、まあ、ここからでいいかな木とまとめてもよかったかもしれませんね。あんまりルートを増やしてもなうと。あれ、テスラ買って出てますね。電気が。リアゾで食料もらいましたよと。さあ次は電力とフラックスの系統かな さフラックスはいろいろ使うみたいですが新しくフラックス、えー、ボードっていうんですかねが置けるようとこれは食料使わないみたいで、まあ、家と対照的なものなんでしょうね何系なんだこれかうーん、まあ、ロードルカ使うみたいで、まあ、人を使って生み出すみたいなことかな、まあ、フラックスよね資源これゲットできるみたいです 次は電力だね、えー。発電機が置けるみたいで、えー、発電機は間隔を空けないといけないみたいです。まあ、つまりじゃあ、うん、木とかまだできそうだもんね。この辺かな。あ、まあ、こんなもんか置けないって言っても。2、3マスだけだね。家6軒置こうと。家6軒あるんじゃないですか。終わりましたね。人口40人。 これはわかんないな。でも増えてるあと一人っぽいです。いやー、どうですかね。あ、来た来た来た。リサーチラブが来ましたね。研究所。OK、置きますか。あんだけでいいのかな道なんだね、研究所って。へー。知らなかったですね。これも外かな。 じゃ者スタ,ースターターっていうんですかっていうのが必要だよと。えー、っと、これだね。ターエクストラクターと。まあ、これも同様に使うみたいです。まあ、資源と加工みたいな。そういうものですね。まあ、研究材料ですかね。ここで入れますよと。で、えー、ワークショップを作りましょうということで。 これテックツリーだね。様々ありますね。まあ当然ですけど。はあ。アトラスタレットとかね。えー、これヌルフィアシールドですかまあ施設も研究で増えるみたいだね。レベルアップとはまた別である感じかな。えー、まあワークショップ行きます。ワークショップを作りましょうと。で、研究が今ないので、スターウッドってやつやってみるか。 パワーパワージェネレーションってありますね。いろいろあるんでしょうね。畑またありますよ。グルーベリーですかブルーベリーに著作権とかないと思うんですけど。<laughs> まあちょっとね、異世界観出してんのかなと。ワークショップ。ワークショップは、えー、この辺でいいかな。ワークショップ。何がいるんでしょうね。 まちょっと外に置いていきます。木を送ってアップグレードパーツができると。で、K で、なんか、そのスクリーンに行けるのかな木を使う。つまりですよ。ここなんですね。これ来ました。来ました、来ました。どう,こどうなる全部いっちゃうあ、いい感じ、いい感じ。半々くらいで行くね。これ K をして、 これ建築、建築じゃないね。えー、強化画面です。アップグレードの素材を使って何か強化できるのかなと。建物はまた別でしたよね。えー、っと、やるべきものは、えー、っと、どれだどうでもいいんですかね。足りないんですけど。<laughs> 待ちますか。ここで、えー、っと、強化しましょうと。 何でもいいんですね。このインフラストラクチャーレベルと。スチームボットコンバット。これ自分かなあ。えー、で、下が拠点なんですかね。サバイバルとか自分っぽくないですかこの辺は。マックスヘルスとかなんでね。ちょっとダメージ上げていきます。あ、次、防御ですね。防御。防衛です。防衛。えー、そんだけでいいんですが説明は。 うってんたれ、あ、でもし、右下なんかマークありますね。あっち側に置きましょう、じゃあ。襲ってくる感じかな。えー、じゃあ、この辺ですかね。来た来た来た。違ゃ違ゃ違ゃちゃちゃ回転は別にないのか。こうかな。で、ゲート。あー、なるほどね。 ゲートというかウォールですね。置けない、しまった。ここ来れるんですかね、そもそも。<laughs> どういいのかなおお、まずいまずい。おお、攻撃してくるね。えー、結構障害物があるので、先にちょっと展開した方うがいいのかな 何ねそのこ,これどれですかねこれですかねキーとしては回転しないですねさあ攻撃フェーズっぽいですちゃんと締めれていないんで不安しかありませんがまあちょっとこの辺ね置いていこうかなと戦うか一緒にまず壁優先してくれるっぽいんでね守りながらいけるよと こ,こですかね奥ならね打て打ていて撃て打ていいぞいいぞこれ生かしたいね多分これ通れないよね敵もこうなるでしょでいけないはずなんでこの壁効いてるはずですで壁を作ろうとちょっとこれを分かりたいな ありました、ありましたここか。エンターキーのすぐ左のキーなんですね。カッコのやつか。えー、とはいえ、まずね、テスラタワーで広げるべきか。回転がやっと分かったんでね。こう、使っていきますが、まあ、こういったところ、うまくね、こう、はてはめてやりゃいいんじゃないですか。これ、隙間はね、なさそうですよね。敵が近い。 来て、ほら、撃て撃て撃て。ててオッケ k これ、敵をね、減らしながら、置いて、壁置いてと。<や>一体感ないですね。<laughs> <や>ああれ、さっき、攻撃数が来る前に、置ける予定だったのね。<laughs> じゃあ、遅れたんだ、私が。建物の移動ですか ムーバービルディングと。M が移動モードみたいです。M。でもこれでちょっとね、この位置合わないよみたいなことで帰れるみたいですね。さあ、テイクオフチャージング。飛べるわけですよね、テイクオフってことは。フライアウェイしましょうか。テイクオフ。だこのな燃料か何かね。 止めたら飛べるってことかなえどうなるんだろうこれ、まあ、ここにいないといけないよね戦い抜けましたね回転がちょっと詰まりましたけどそれ以外はおおむねねスムーズにいけたかなとさあ来ましたね飛んでます飛んでます私もあろうか <laughs> 関係ないかさあこんな感じで、えー、あの家が置けた入れですねそこが飛び立ったと、まあ、こういう 防衛の街を作るわけですね残されたものが変わいそうですけどこれで飛び立っていくと多分その飛び立つまでの資源とか集めるみたいなことなんですかねそういった、まあ、開拓とか進めていくようなゲームだと思いますであなんか移動できるんだねデザートとか地形があるみたいですけどこれ燃料かなこれ、えー まあ13あるんであとまあ6回エリア切り替えれるんですけどまあ体験版じゃないみたいなんでまあこの辺どれかですね1個デザートまあここしかないかここに行けるよとこうやってどんどんマップが変わっていくんですかねんーこれ例えばイいたとしてあこうなるんだはあなるほど